はい、キラノです。今回は体の感覚と実際のタイムが違うときはどっちを追うべきなのかというテーマでお話をします。初めましての方に自己紹介させていただきますと、私はプロの知識と経験を使って超効率的努力を実現し、賢くトレーニングしてエリート市民ランナーになりたい方のための日本一のランニングスクールの受講生さんを集めるために YouTube で様々なランニングに関する情報を配信しています。動画の最後では長距離走マラソンが速くなりたい方向けの限定プレゼントも用意しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。トレーニングをしていてですね、皆さん体の感覚と実際のこの時計上のタイムが全然違うっていうことって多々あると思うんですね。例えばいつもだったら今1キロ4分ぐらいの感覚で走ってるのに、実際タイム見てみたらあれ4分20秒もかかってるみたいな、まあこういうパターンだったりとか、まあ逆のパターンでこっちで数字の4分をこう追いかけて、でその4分ペースに合わせて走ってると、あれこんな4分ってきつかったっけなっていう、なんかやたらときつく感じるみたいなことってあると思います。でこういうなんか自分の感覚と実際のこの時計上のタイムっていうのが全然違うっていう、まあこういう状態において、そのタイムをそれでも追いかけていくべきなのか、まあそれともその自分の感覚に従って、まあそういう時はそのタイムが遅くなろうがもう感覚通りに走るのか、結構このあたりってまあ迷いどころになるんじゃないかなというふうに思うんですね。なのでまあ今回はそんな誰しもが迷いを抱えたことがある感覚オアタイムというところについて解説をしていきます。ではまずそのどういう時にその自分の感覚と数字上のタイムっていうのがこうずれてくるというか乖離が生じるのかなっていうところについてお話をしていくんですが、まず一つ目のパターンがこれ起伏ですね。まあやっぱり当然ですね、こう上り坂がきついだとか、まあ結構こうなってくると実際に例えば1キロ5分とか4分とか、まあなんなりとペースの感覚を持って走ってても実際の数字は遅くなっていると、こういう風になると思います。で私つい先日までですね、あの兵庫県の八伏高原というところで、まあ市民ランナーの方何人かと、で弊社代表の池上と、まあ数人で合宿をちょっとやってたんですけれども、その八伏高原のコースって、まあ一周3キロのコースがあるんですけど、もうなんかすっごい登って下ってをこう繰り返すみたいな、結構アップダウン激しいコースなんですね。で、そこでまあ一応なんか、それぞれグループに分かれて、1キロ4分とか4分半とか、まあそういう設定ペースを持って走ってたんですけど、4分半ペースで私結構走ってたんですが、その4分半の感覚でこう登っていった時に、4分半のこう平地だったそれぐらいの感覚でも、実際の結構シャドウがきつくて、登っていくと、パッて時計みたいな、やっぱ5分とかかかってるんですね。30秒ぐらい遅くなってると。で逆にそこ登り切って次下りに入った時に同じぐらいの感覚で走ってても4分とかね、なんか3分50とか意外とそれぐらいまでスーって上がってたりするんですよ。だから一応同じ4分半の感覚で走ってても全然そのこう起伏っていうかアップダウンによって当然ですね、タイムっていうのは前後してきます。じゃあこういう場合において数字を合わせていった方がいいのか、それとも数字はもう結構バラバラになるけれども感覚を大事にした方がいいのかっていうところですね。次に2つ目のところがこれ気象条件というところで、まあこれは例えば風ですね。まず一つは河川敷だったりとかこう水辺のコース走ったりすると風がすごいきついってことがあると思うんですよ。まあ例えばですね、私結構琵琶湖で走ることも多いんですけれども、琵琶湖沿いってまあまあ風強いんですね。で結構琵琶湖沿いで結構1キロのインターバルをするとか、でそうなった時に例えばこっち向きの時とこっち向きの時で当然片方は追い風で片方は向かい風になるわけですね。でそうなったらやっぱりね、1本目と2本目とってなった時にそれぞれなんか全然こうタイムが変わってくるんですね。でも感覚としては同じ感覚で走ってます。果たしてこれってどうなのかっていうところですよね。そして3つ目がですね、体のコンディションですね。まあこれは言わずもがなと言いますかね、あの結構足が重いだとか、まあ結構トレーニングをこう連日頑張ってて体がちょっと重くなっちゃった、仕事で疲れて、まあちょっとあんまりなんか今日は体が動かないなみたいな、まあ結構こういう時ってなんかいつもだったら1キロ4分とかもしくは5分とか設定ペースを作って走ってて、いつもだったらもっと楽なのになんか今日はしんどいなみたいな、いつものペースがしんどく感じるみたいなことってもあると思います。じゃあこういう時っていうのは体の感覚に従った方がいいのか、それでもなんとか、まあ、長距離走は粘りのスポーツだというところで実際の数字を追いかけていくべきなのか、どっちの方がいいのかっていうところの迷いが出てくるはずです。でここまでお話してきたところで、まあそれぞれのですね、まあ起伏だったりとか気象条件、体のコンディションと、まあこれいろんな条件でですね、まあ結構その実際の感覚とタイムというのはずれてくると、じゃあそういう時どうやってまあ対処するのかっていうところなんですが、これは時期だったりとかもしくはトレーニングの目的によってもう対処の仕方が変わってくるかなっていうふうに思います。で時期と目的って言ったんですけど、まず時期についてお話をするんですが、まあこれはですね、レースから近いか遠いかっていうところで判断すべきかなっていうふうに思ってまして、まあレースから遠い時期、まあつまり例えばマラソン
ラソンのレースを半年後に出ますみたいな、まあそういうパターンがあったとして、じゃあそれの半年前の今ですね、半年も期間が空いてるということは、この期間で何をすべきかっていうと、基礎構築の段階なんですね、基本的には。だから本当にベースを作る、下地作りなので、まあある程度正直ですね、目標としているペースが、例えば練習である程度設定ペース作りますよね。20キロ走で1キロを4分20秒でいきますとか、まあこういう風にやったとしたら、4分20秒でじゃあ20キロやろうと。でそれで走り始めて、あ、今日ちょっと4分20の感覚で走ったらちょっと4分20でいけないなって、ちょっとしんどいなみたいな、まあそういう時があったとしましょう。でそういう時どうすべきなのかっていうと、結論、レースから遠い時期であればそのままやってもいいんじゃないかなっていう風に私は思います。でなんでかっていうと、レースから遠いと、その実際の、まあ、例えばそのペース、通常のペースがっていうところも大事なんですけれども、それよりもそれに相当する負荷をかける、まあつまりその分のきつさを体に味わわせるっていうことの方がすごい重要視されるべきだからですね。でそういう意味では、このレースから遠い時期、基礎構築の時期っていうのは、坂ダッシュとか、まあさっき言ったみたいに、こう上り坂とか下り坂、起伏の激しいコースで走り込みをするとか、こういうことが非常に有効になります。で上り坂で走ったりだとか、風が強い中で走ってる時っていうのは、内在的な負荷と外在的な負荷が乖離するっていう問題があるんですね。でこれちょっと難しい言葉で言ったんですけど、簡単に言うと、内在的な負荷っていうのは実際に自分が感じている負荷ですね。で外在的な負荷っていうのは、数字上のタイムとか、もうその目に見えるところの負荷っていうところで、例えばさっきの例で4分20秒で20キロを走りますと、まあこういう例があった時に、4分20秒って言ったら、まあなんか大体こう何もしてない安静時で4分20秒って考えたら、人それぞれにその4分20秒ってどれぐらいのきつさなのかってあるわけですよ。例えばまあマラソンで2時間まあ50分とか、結構早い方っていうのは4分20秒はまあそれなりにこうリズムよく走れる、気持ちよく走れる知れるぐらいの、まあ、中強度になるかならないかぐらいかなっていう感覚があると思いますし、まあ、逆にサブ 3.5 とかサブ4とか、まあ、こういった記録を目指す方にとっては、結構ねレースペースよりも速いペースなので、しんどいペースだというふうに捉えると思うんですが、じゃあこれが上り坂で走るってなったらどうか。結構タイムを持ってる方であったとしても、上り坂の時に4分20秒の感覚で走ったら、まあ、5分とか数字上はそれぐらいになるわけです。でもその時に果たして5分分の負荷しかかかってないのかっていうと、そんなことはなくて、ちゃんと4分20秒分の負荷かかってるわけです。なので上り坂だったりとか向かい風とかで4分20秒の間隔で走って、実際の数字がまあ5分とか結構それぐらいかかってて、予定の設定ペースよりも何十秒か遅いってなったとしても、それは別に OK っていうか、そんなまずいことではないんですね。なぜならちゃんと体には4分20秒分の負荷がかかってるからなんですよ。もっと言うと、これタイムだけじゃなくて距離的なところでも同じことが言えまして、まあ私もですね、先日その合宿の時に1周3キロの起伏の激しいコースで、まあ24キロっていう、まあこういうメニューをやったんですね。で私は結局27キロぐらい走ったんですけど、あれ結局内在的な負荷っていうか、実際にかかっている負荷としては30キロ分ぐらいの負荷かかってると思うんですよ。でも外在的な負荷としては実際に走った27キロ分の負荷と、まあそういう風に見えるわけですが、ちゃんとその起伏だったりとか風の強さっていうのを考慮に入れると、30キロ分の負荷はかかっている。でペース的にも実際終わってみたら、この数字上っていうか時計上は1キロ5分の平均ペースになってたんですけど、体に実際かかっているその内在的な負荷としては4分30秒分の負荷がちゃんとかかってるんですね。だからあの練習は私にとっては4分30秒で30キロ走できたって、これと同等の効果が得られていると。実際にやったのは27キロで5分のペースだったけれどっていうところなんですよ。ちょっと分かりにくい話かもしれないんですけれども、要するにレースから遠い時期っていうのは、実際に体にかかっている負荷っていうところで見れば OK だというところです。では逆にレースから近い時期になったらどうなのかっていうところなんですけど、これはちょっと話が変わってきまして、レースから近くなればなるほど、やっぱりレースに即したというか、実践的なそのタイム感覚っていうのをこう掴んでいくことが大事になります。なのでレースから近い時期に、例えばすごい上り坂でただタイムトライアルをしてみるとか、まあ結構こういうのってあんまり良くないっていうか、レースの感覚と全然違ってしまうのであんまり意味がないんですね。あとはレースの結構近い時期にタイムトライアルをするって、平地で普通にやるってなったとしても、なんかすごいこう体が重いとか、まあ結構そういうので設定ペース全然守れませんみたいになってるんだったら、もう途中であったとしても切り上げてしまった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。なのでレースから近い時期になればなるほど、実践的なその負荷、そして実践的な感覚っていうのを身につけていくのが大事なので、数字上のタイムっていうのが大事になってきます。だからこのあたりはレースから逆算して、こう遠いか近いかっていうところも一つの判断基準になるかと思います。でさっき目的っていう言葉もちょっと言ったんですけど、それもまあ要するにまとめると、その時期っていうところとすごくリンクしていて、まあレースから遠い時期っていうのは要するに基礎構築であって、目的とする分の負荷がかかれば OK って、変な話そういう話なんですよ。だからイメージ割とレースから遠い時期だとざっくりでもいいっていうところになってきていて、まあ 1000m のインターバル5本っていう練習
習結構ポピュラーな練習でありますけど、例えばあれやるってなった時にレースから遠い時期であれば、例えばこれが 1000m×5本だろうが、ちょっと距離に誤差があってなんか 1010m×5本であろうが、もう一緒なんですね。ほとんど体にかかる負荷としては別にそれで OK なんですよ。でタイムは若干変わってくるっていうか、 10m 分ちょっと遅くなるかもしれないんですけど、もう負荷としては同じ負荷がかかってるのでそれで OK って話なんですね。でもこれがレースの本当に最終調整みたいな、まあ結構そのタイムを追っていくような練習の時にこれやっちゃうとどうかっていうと、やっぱり1キロあたり1秒2秒変わってくると、そのマラソンとかになったら全然タイムが変わってくるので、やっぱりレースから近い時期になると、そのちょっとのズレっていうのはトレーニングの目的から考えると結構ズレてしまうと。なのでこの実践期っていうところにおいては、やっぱりこう数字上のタイムっていうのは結構気にしながらやっていくべきなんじゃないかなっていうところです。なのでこのあたりがその目的、トレーニングの目的として、まあレースを基準にしたら遠いか近いかで変わってくるよっていうところなんですね。では最後にちょっと話をまとめていきますと、まあちょっと今回ややこしい話になっちゃったと思うんですが、まあその実際に自分の感覚とその数字上のタイム、まあこれがずれてる時っていうのはどうすべきなのかって考えた時に、まあこれはまあトレーニングの目的っていうところを一つ基準に考えていったらいいんじゃないかなというところですね。でそれを考える上でのさらに基準としては、まあレースから近いか遠いかっていうのは、ここが一つのポイントになるかなと思っていて、まあレースから遠い時期であれば、やっぱりそのしっかり負荷を与えていくってことが大事なので、やっぱり上り坂でのこうトレーニングだったりとか、まあその実際の数字のタイムっていうのはなんかもう当てにならないというか、もう全然なんかぐちゃぐちゃっていうか めちゃくちゃなタイム出るかもしれないんですけど、ちゃんとその目的としている分の負荷がかかれば OK なので、まあ数字のタイムっていうのはそこまでその基礎構築の時期には気にしなくてもいいんじゃないかなっていうところ。ただ一方でレースから近い時期になってくるとそうはいかないと。もうレースからね近いこう最終調整なのに、なんかもうシャド 80% ぐらいのもうなんか激坂、もうもはや塗り壁みたいなところに走って、でタイムトライアル調整しましたなってやっても、これは全く意味がないんですね。なぜならレースの感覚と全然違ってくるからと。で加えてなんか足が重いとか自分の体の調子が悪いなっていう時も、基礎構築の段階においてはそれでも強行してトレーニングしてもいいかなと思うんですけど、そうじゃなくてレースから近い時期なんだったら、まあ足が重くてなんかこうトレーニングの設定体守れないんだったら、もう途中でやめてしまうとか潔くやってしまう方がいいです。なぜならそれで無理してやってしまうと、レースとはちょっと違う悪い感覚が残るに加えて、さらに疲れも残ってしまうっていう、もうデメリットばっかりだからなんですね。だからこのあたりはレースからの時期っていうところを見て判断していくべきかなというふうに思うので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。長距離走マラソンが速くなりたい方へお知らせです。今1分だけお時間いいですか？ありがとうございます。私が副社長を務めるウェルビーン株式会社は、大阪マラソン日本人トップのプロランナー経験もある池上秀之とともに経営しています。この池上さんが書いた長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという小冊子を今無料でプレゼントしています。このプレゼントの受け取り方は、動画概要欄より URL を押して私の無料メルマガに登録するだけ。たったの30秒で小冊子があなたのお手元にすぐに届きます。私のメルマガに登録していただくメリットは、超効率的なトレーニングプログラムの作り方を学び、トレーニング効果を最大限高めるリカバリー戦略を学び、またレースで結果を出すための心の使い方を分かるようになる情報がどんどんお手元に届くことです。想定している唯一の問題は、あなたがメルマガ登録をしていただいて、そしてもしお役に立てなかった時、メルマガを解除した後のメールボックスの中にプロが書いた小冊子、長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントがあなたのお手元に残るだけです。ぜひこの機会に無料メルマガ登録されてみてはいかがですか？はい、これはどこでしょうか。まあね、こう周りが山々に囲われているわけですけれども、これ標高約ね800、いや900メートルぐらいですね。兵庫県のね八高原というところに来ております。これ冬はねスキー場になるんですけれど、これ夏はですねこういう風なアウトドアスポットとなっております。もうすでにね時間は6時26分ということで、若干暗くなっているんですけど、なんでここにいるかというと合宿やってるんですね。合宿、うん、まあ合宿って全然ね人がいないんですけれども、こうやって今私一人で歩いております。はい、今こんな格好してますけど、めっちゃ寒いんですよね。これ多分気温ね、5度とかやと思いますよ。はい。風邪ひくっちゅうね。